新小井橋は、広島県広島市の大田川に架か,かる、道路と軌道が通る、平洋橋。戦前にあった、小井橋電車専用橋を由来とする橋であり、ここでは当時東に架か,かっていた、福島橋電車専用橋も、本校で述べる。広島電鉄本線の軌道と広島主導費、地産交互線の車道及び歩道が通る、平洋橋。上流側に、 広島県道265号ともなえ、広島線筋の小恋橋、下流側に、国道2号筋の朝日橋と新朝日橋がかかる。西には、JR 西広島駅及び広電西広島駅、東には、緑大橋がありそのまま道沿いに進みにし、平和大橋を渡ると、広島平和記念公園へたどり着く。戦前は、電車専用の橋で、現在のものより、 かなり短い橋であったが、戦後大田川放水路改修工事に伴い、平洋橋に架け替えられている。1945年米軍作成の広島市地図。小井町ステーションから東へ一つ目が小井鉄橋、次が福島鉄橋。1912年12月8日、愛い橋から小井間が開業し、広田本線が全面開通。 それに伴い山手川と福島川が形成する中須から西の湖に向かって湖鉄橋が中須から東の天馬町に向かって福島鉄橋がと二つの電車専用橋が架けられた当時の軌道は現在の天馬町停留場からまっすぐ湖に向かっており湖鉄橋は現在の新湖橋の少し上流側に福島鉄橋は 現在の観音町停留場の西側あたりにかかっていた。上流側それぞれには、旧国道二号筋であった小井橋及び福島橋がかかっていた。1945年8月6日、原爆被災。爆心地から小井鉄橋は2 3 0トル、福島鉄橋は1 6 4トルに位置した。小井鉄橋は爆風により、昇破。 福島鉄橋は爆風により大きく傾斜した。だがに京ともに落橋はしなかったため、被爆者はこれを渡って逃げている。一車両が中須から小井鉄橋にかかろうとする50メートル手前で被爆、脱線傾斜し、逃げ残った乗客が腰掛けていたまま死んでいた。その後、広電社員や軍関係者らにより、市内軌道及びに京とも応急処置され、 同月9日には、恋から西天間町電停まで折り返し断線運転が再開した。戦後、中洲を浚渫し、河川幅を拡幅する大田川放水路改修工事が行われた。これに伴い、恋鉄橋と福島鉄橋は取り壊され、福島鉄橋付近は埋め立てられる。また平和大通り整備に伴い、車道軌道併用橋として掛け替えられることになった。 橋梁工事は建設省と市の合併施向の形で行われ、1961年竣工を目指していたが、両岸の区画整理の遅れから橋自体の工事も遅れ、1965年4月に竣工した。この橋が架橋された当時はなかったが、現在は、右岸小井川に浸水性護岸を用いた河川敷が整備されている。新小井橋付近は、 階段五岸と多目的広場が作られ、橋脚には、小玉小杖作品、広島の命大田川が、壁画として描かれている。上流に行くと、ジャブジャブ池や人工干潟が整備されている。ありがとうございます。